まずは GDL、 まずは GDL、 まずは熊です。今日はレディさんが、鉄砲の撮影の準備に来てくれました。レディさんこんにちは。いや全然初心者だぞ。よろしくお願いします。全く分からんぞ。で、これ以前水戸のバイクのお客さんがいっぱいくれた車のエアコンガス、車屋さんにもらったものをこのアダプターで、詰め替えて使ってみます。じゃあレディさん早速やってみましょう。これはこうだね。開けたぞ。出力までね。これでこうか。これでいいか。でこれをそしたら赤いの回して穴開けて。どうぞどうぞ。ん？入ってんのこれ。どうかな？映った？と思う。からから、うん、大丈夫、落ちた。オッケー、こっち入ってるね。全然入ってる。よし、じゃあ使ってみよう。今月の新作のガスガンは昔の丸いの固定ガスガン、ウィルソンスーパーグレードのホップ加工したものと、ソーコムのフィンガーグルーブ仕様、トリガーガードも小さくして、例によって中身は、音が小さくなるようにしてます。でちょっとだけガスの量を上げてます。これはデザートイーグルをベースに、仮面ライダーゾルダのマグナバイザーに改造したものです。ホップ化してあります。これはデジコンのストレートカスタム、これもホップ化してあります。こんなとこかな。ちゃんとね、これ向きをこうやってこう、これでいいの？入ってるの？そう、うん、これで入ってるの？なんか漏れてるっぽいけど大丈夫か？入ってるよ、これでいいんだよ。まあこんなもん、うん、ぐしゅーって吹くまで。え、これずっと、うん、はい、OK、また。はい、で閉じるの？そう、閉じるの？このまま？そのまんま、向こうの段ボール、うん、あれ？また、ゴーグルしようか。はい、いいよ。うん、うわ、すげえ勢い。すげえ。うわ、え、なに？こんなすごいの今の。うお、うわ、すげえ。ちょっと、大げさだな。いや、マジで。今のエアコンこんなすごいの。皆さん、これ、規制地内ですからね。すげえな。普通ですよ。ダンボール穴開くじゃん。普通に。そりゃ、そんぐらいは開くけどさ。昔になっちゃったら、ダンボール穴開いたら、それはすごかったんだよ。うわ、すげえ、なにこれ。いつの話。あ、じゃあ、ちょっと待って、次の行ってみようか。うん、そう、これは規制後の。規制後だから、うん、いわゆるマフラーの昔の RPM の規制前のやつとかで、そうそう。まあ、例えば一緒だよね。うん。これはね、規制後に発売された、規制後です。銃刀法適合品ってやつ。じゃあちょっとガス。規制違いかな？うん、ガス入れて。うん、まあ、これもやる。測ってみようかね。これはこうか。弾入ってるね。違うぞ。オッケー。よーし。出ました。これもガチャンってあるの？これはブローバックしない。トリガー引くだけ。いくぞ。うお。すげえ。弾右で。デジコンのストレートカスタムです。
鼻見えねえぞ。ちょっと飛距離を測ってみようかね。マフラーの騒音で言ったら昔のバイクはみんなダメになっちゃった。うん、だから当時 OK なんじゃないの今。うん。当時は OK だから。当時 OK のは OK。わからん。で、銃刀法は実銃扱いになっちゃうから、昔のだからって今持ってたらダメ。で、これは。あ、で、これの、丸いの10金電動ボーイズの使い方を、初心者向けに解説します。これは乾電池式の子供用の電動ガンなんだけど、ここ、うん、そこのロックを、どっちかやって、それでパコッと下に下げる。多分このね、ハンドガードがカバーになってるので、多分こっちだな。下に下げる。これを。出ちゃった。はい、じゃあ、こうだな。こうだな。その位置じゃ入んないから、ここはこういってスライドさせてって、こっち後ろをはめたら前をはめる。入った。よし。じゃあマガジン抜いてください。マガジンのロックはそれ。レバーをこうか。うん、それでマガジン。はい、弾を入れます。ね、蓋があるのでマガジンに、マガジンの側面に蓋がある。前面か上の方、これだ、うん、あったよ。でそこに弾をボトルでジャラジャラ入れる。ね、あんまり入れすぎるとダメなんだね。なんかマークがあったはず。まあいいけど。そしたらここはフォロワーって言うんだけど、フォロワーを下までガーッと下げてください。はいよ。カチッとロックするまで。おいった。ロックしたらネジで上げ、あれ。そしたらね、この向きでこうやって振るとで、うん、こっち球団口に出てくるので、お、そしたら、このロック、フォロワーのロックボタンを押す。これで弾が上にある。ああ、バネで押される。バネで押されるので、それをマガジン本体にセット。こんにちは。そうか、またこれをロックを解除して入れるかな。よし、入ったよ。そしたらもう撃てる。あ、で、これ今これが、うん、白いとこがセーフティー。666ね、うん、これが単発とフルオートと連発切り替えができます。じゃあまた撃ってみてください。よし、よっか、行くぞ。でも今ロックだろ。ロック入ってるから単発にして行くぞ。あ、ね、これだ。ここが、うん、セーフティーだから、そこも押しながらトリガーを引く。おお、かっこいい。じゃあ、フルオートにしてみて。うん、いいよ。おおすげえ。おお、これ、かっこいい。子供用です。これで、うん、まあ、確かにさっきのやつより弾がなくなったから、さっきみたいにフォロワーを下げてもう一回球弾。なるほどね。めっちゃかっこいいんだけど。まずマガジン決着してマガジンを抜いてください。で、ガス。ガス。もうやり方教わった。すごいな。来た。よし、OK。
弾入ってる？分からん。どこに入れるかも分からん。前見て。入ってるね。ここでいいんだ。うん。そしたら一回スライドを引く。これ？うん。で戻す。うん。あと引くんだけど、ブローバックするから顔気をつけてよ。うん。これね。うわ！かっけえ！うわ、かっこいい！うわ、なにこれ？すげえ、欲しい。はい、丸いの、イーグルです。持ち方合ってるかわからん。ピストルスコープつけました。見えるの？あ、見える見える。うわ、すげえかっこいい。うおめっちゃかっこいい、これ。以上です。落札品の発送前レビューですけど、今日レディさんが来てるので、レディさん、初心者のレディさんに打ってもらいます。使い方を説明します。いいよ。よろしくお願いします。完全初心者です。これはコッキングエアガンなので、1回ごとにこのスライドを引いてエアをコッキングします。で、弾はこのマガジンに、このロー、さっき教えてもらったやつだな。ローダーで、こうやって、ブリブリっと。入ってた。よし、いけ。もうちょっといけんの。もっとブリブリ止まるまで。おう。こんなもんだろ。もう早いよ。もういいよ。ごめんね。はい。で、入れるね。合ってる、うん、合ってる、合ってる、合ってる。合ってる。よし。そしたらコッキングしてください。あ、ゴーグルしようか。よし、できた。で、ガシャッと。うん。お、固定。はい、戻して。そしたらあっちの。噛んだな。うん。行こう。うわぁ！え、当たってないじゃん。勢いがすげえ、マジで。おぉ！